2013年3月8日、アメリカ合衆国メリーランド州ので新設された国際学校給食デーの行事として教室で朝食を食べる子どもたち。このメリーランド州の学級はスコットランドのエアシャーの学校とビデオ会議で結ばれており、スクリーン上にはスコットランド側の子どもたちが昼食をとる姿も映っている。朝食クラブは授業期間中の学校で、 授業の始業前に子供たちに健康的な朝食を安全な環境で与える取り組み。イギリスではこうした授業を一般的にブレックファストクラブと称しており、日本語では朝食クラブとして紹介されている。朝食クラブは児童の学業成績にも振る舞いにも一般的に良い影響があり、特に両親が通常の食事を与えられないような家庭の子供たちに、 役立っている。しかし、イギリスでも、世界各地でも、昼食の学校給食に比べると実施されている例は、少ない。2013年当時、イギリスで、朝食クラブへのアクセスが可能であった児童は、全体の半数ほどにとどまっていた。朝食クラブへの参加は、義務ではなく、多くの両親たちは子供たちに、家庭で朝食を与える方を好む。朝食クラブは、 学校が直営していることもあるが、地域のコミュニティが運営している場合もある。朝食クラブは、学校内に設けられるのが最も一般的であるが、教会やコミュニティの集会所、あるいは商業施設に場所を設けることもある。特定の一つの学校に限らず、複数の学校の生徒たちに開かれている、朝食クラブもある。イギリスで、 朝食クラブが導入されたのは1990年代であったが、そのきっかけは子供の栄養状態への懸念だけでなく、早朝から子供たちを預けられる人の目が届く場所を求める親たちから声があった。性役割などの変化や職場からの要求の高まりに伴い、学校の修行まで子供たちの面倒を見ることができない、女性の数はいよいよ増加している。 1999年の時点でイギリスには700カ所以上の朝食クラブが運営されていた。2006年後半から始まった食料を価格の世界的な高騰の後、新たに朝食クラブを開設する動きが高まったが、その背景には空腹を抱えて登校してくるため集中力が低下し、時には破壊的な振る舞いに至るような子供たちの存在への 認識が広まったこともあった。ケロップ社が2011年に出したレポートによると、朝食クラブの数は2万箇所にまで増加したものの、数千箇所は資金不足による閉鎖の危機に瀕した経験があるという。2013年に教員講師協会が552人の回答を得た調査では、回答者の半数強が勤務校で朝食クラブが提供されていると答えた。 2017年イギリス総選挙における保守党のマニフェストには全ての小学校の児童に無料の学校朝食を提供するとする公約が盛り込まれてきたがこの公約は2018年の時点で撤回されたそれでも朝食クラブの新設や既存のクラブへの支援のために2600万ポンドの追加資金が投じられ政府はこの問題に取り組む姿勢を示している 朝食クラブについて標準とされるモデルは存在していない。一部には学校が直営し、学校の施設内で運営されているものもある。その他にも地域コミュニティの団体や営利事業者、協会などが運営している場合や、それら様々な組織が提携して取り組んでいる場合もある。クラブの中には朝食を少学ながら 有料とし学校給食の給食費が免除になっているものについてだけ無料としているところもある。他方では貧しい家庭の子供たちが社会的スティグマに苦しめられないように全ての子供たちに朝食を無料で提供しているところもある。イギリスにおいて朝食クラブを運営するためのガイダンス、資金提供、その他の一般的な支援は カウンティカウンシルなど様々な情報源から得ることができ、事前団体、マジックブレックファスト、食品会社であるグレッグスやケロックも情報を提供している。朝食クラブは典型的な場合、45分から1時間15分程度の時間だけ営業しており、最初の授業が始まる前には終了となる。朝食クラブのスタッフはボランティアで賄われていることもあるが、 有給の職員がいる場合もあり、学校内で開設されるクラブの場合には、教員や支援職員が運営を監督することもある。近代において、学校での食事を提唱した最も早い事例は、18世紀のランフォード伯爵、ベンジャミン・トンプソンであった。学校での食事は、19世紀から20世紀に広まったが、提供されるのは、昼食だけであるのが普通である。 これを変えたのは栄養の高い食材を調理せずに提供する1932年のオスロ朝食の導入であった。両大戦艦期に世界的に有名になったオスロ朝食は子供たちの成長を促し慎重にして数インチの差を生じると言われた。同様の取り組みは世界各国でも見られた。アメリカ合衆国で 児童生徒に朝食を提供する取り組みは、1966年に学校朝食計画が始まったことで大きく前進した。日本でも学校で朝食を提供する取り組みは参見されるが、もっぱら食育の観点からのものであり、貧困総支援という性格のものではなく、また、集団での食事ではなく、個別の生徒への対応となっているのが通例である。日本では、 朝食クラブと同じような役割を果たすものとして学校外で無料内視安価に食事や団乱の場を提供する社会活動としての子ども食堂が2010年代以降広がりを見せている朝食クラブは両親が通常の朝食を提供できないような家庭の子供たちに特別な意義がある朝食クラブは短期的にも長期的にも子供たちの健康状態の改善に 役立つ。朝食を提供された子どもたちは、学習や走行において優位とされる。朝食クラブは、栄養バランスの良い食事を提供することで、子供たちの長期的な健康の改善にも役立つ。また、朝食クラブの二次的な効用として、出席率の向上、不利な状況に置かれている子供たちが、社会的に孤立することも、予防、学校の始業前の1時間前後に、 大人の見守りを得られない子どもたちの保護といったものもある。教師たちの大多数は学校での朝食が教育目標の達成に役立つものであるという見解を持っている。例えば2013年に552人の教師を対象とした調査によれば回答者のうち387人は朝食クラブが生徒たちの集中力を高めるのに有効だと考えており、 好ましくない影響を与えると答えたのは4人であった。また、走行への影響を問うたところ、325人は肯定的に考えているのに対し、11人は否定的な影響があると答えたアメリカ合衆国でも、ヨーロッパでも20世紀以来、様々な研究成果によって、学校での朝食が生徒たちの教育上の参加度、引き上げることが示されてきた。初期の研究は、 その研究手法に対する批判がなされてきた。一部の研究結果からは、走行面での否定的影響も見出されており、一定の条件下では子どもたちの大多数が、クラブに不満を覚えることも指摘されており、十分に目が行き届かないことで、クラブが子どもたちにとって退屈しない程度に刺激的で、ある状態が維持できなくなったり、利用者が貧しい子どもたちだけに制限されることで、 子供たちの感情を害してしまうこともある。教育基金財団と教育省から資金援助を受けて全国子供協議会と財政研究所が取りまとめた2016年の報告書によると学校における無料の朝食クラブは子供たちの学習成果を高めその差は2ヶ月分に相当するという。この研究によると栄養のある朝食を食べることの公用だけでなく クラブへの参加自体に効果があるという、ありがとうございます。